こんにちは。ふとスノーボードのお店、レイブ前橋のキッチです。田中慎です。ケイちゃんです。クさんです。はい、今回は2022年、23年モデルのグリーンクロージングスタッフ何にしたのの動画を撮っていきたいなと思ってます。よろしくお願いします。お願いします。だいぶ滑っちゃってるね。だいぶ滑っちゃってるね。俺から言っちゃっていい？はい、はい、あ、じゃあお願いします。フリーを何年ぶりだろうな。あ、フリージャケット。うん、フリージャケットずっとね、はい、結構ワンプラインのやつ、はい、ヘビーとあと去年ピースワンプラインだったからピース買ってて、ちょっとねピースからそう、ふっくらしたシルエット欲しくなったのよね、なんとか。おー、フリーってなんかそういうとこあるじゃない、うんうん、ふっくら系ですね。そう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 、はいはい、だからね、ちょっとね、おー、挑戦してみた。で、茶色は、はい、あ、茶色ね、って、はい、うん、茶色のジャケットもね、着たことなかった。結構ね、ブラウンにしようか迷ったんだけど、はい、茶色いってきましたね。そう、普段は選ばない感じのね、チョイスしてみましたよ。はいはい。パンツはこれ何色？パンツはね、これあの4ポケット、はいはい、ポケットは、じゃあポケット色違うんですね。はい、いいっすね。そうだね、ポケットね、最近そうだな、グリーンブラック。去年は4ポケットだ。あ、去年は何だったんだっけな、俺、あれちょっと忘れちゃったな。去年ビブポケットだったような。最近なんかビブを着てない感じ。あれ去年ビブ？いや、あ、去年ビブだったかな。ちょっとね、忘れちゃった。今年はね、ビブじゃなくて少しすっきりした、ね、はいはい、いいっすね、気分で行ってます。じゃあ身長と体重一応言ってください。身長はね、178cm で67kg、はい、うん、で、両方 XL、両方上下 XL っすね、うん、最近はもうずっと、はい、M も着たことあるし、上下一番細く着たい時あったのよ。おー、なんだ、10年ぐらい前かな。その時は両方 M で着てて、うん、でその後 LL も着て上下ね、はい、でここも5、6年はもう両方 XL をずっと行ってますね。 XL っすね、うん、でちょっとだけね、来年もしかして、あ、もう来年の話になっちゃったな、これ。L のちょっとスッキリしたシルエットもまたちょっとね、自分の中でね、はい、少し気つつある。サイズダウン、ちょっとそれを育ってはいる。マジで、うん、ちょっとどうなるかわかんないけど、今のところ俺 XL がじゃ、まあ、効くかな。ああ、うん、なるほどっすね。あと何知りたい？グローブ、ね、グローブ、グローブ、それはニットミット。グローブがですね、なんだこれ、ノルディック、うん、はい、かわいいっすね。かわいいです。雪つきます、はい、で、これとあとだからつくんで、バンバン固まるんで、まあ中に入れないんだけどね、うんうん、このケイちゃんと一緒のね、黄色、そう、これ持ってるんで、はい、うん、あまりにもつきそうな時は、うん、あ、使い分け、ちょっとね、うん、こっちも使ってます。それに突っ込む、これに入れちゃう。いや、この前、インナー、インナー、インナー、レギュラーインナー、レギュラーインナーに使ってますね。なるほどですね。そうそう、だから両方使ってる感じですね。はい、いいですね。あと何すればいいんだろう。色合いもいいですね、やっぱりね。色合いはね、ちょっとこう、大きいですね、はい、お尻の切り替えは。うん、インナーはあのシャツ着てたりする。インナーはね、あれです。セーターです。セーターか。セーターか。セーターね。ちょっと遅れてたけど、はい、届いたんで、ね。ありましたね。はい。そうそう、こういう感じ。セーターのサイズは？セーターはね、L なんですよ。あれ、XL じゃないんですね。そう。なんかこの、なんだろうね、前、大きかった。そうそう、大きかったんだよね。で、L 今最近でもなんか薬でもいくよか、そんな。そうっすね、うん、そうそうそう、家に薬かもしれない。なるほど、うん、で、帽子がね、ボアキャップ、あ、ボアキャップと、あと、ビーニー、うん、を使い分けてます。はい、ウールハット、ウールハット、カシミヤチューブもね、いいか。あ、カシミヤチューブも最近もうずっとカシミヤチューブだね、毎年。おお、うん、もう何年だろうな、わかんないけど、出てからずっとカシミヤチューブしか使ってないのは。どうですか、やっぱり好き、はい、好きかぎりはいかに、まあ、好きだから使ってるんだけど、なんだろうな、これなんかね、俺あんまりピタってなるのが好きじゃないんで、だからこのほんわりした感じ、うん、ふわっとした感じが好きかな、カシミヤさん。だからボールチューブのね、あのこの、これ、うん、それも ね、すごいよ、かなり調子良さそうなんで、気にはなってます、うん、いや、これいいっすよ。ボールチューブも買っちゃうかもしれない。今のところね、好きなのはカシミヤ、うん、こんなところかな、こんな感じですかね、うん、はい、ありがとうございます。ケイちゃんです。ケイちゃんです。
ゆうちゃんは身長が177センチの83キロ。ガッチリです。ガッチリ系で。だいぶガッチリ系の。はい。で上下 XL。奥さんと一緒です。一緒っすね。はい。ベビージャケット。ベビージャケット、ビーズパンツ。はい。はい。で、ミルは唯一ポケットの色が違うと。あ、そうか。はい。スレートブルー。はい。めちゃくちゃやっぱ人気でしたね、はい、それは。すぐね、それ完売したもんね。はい、うん。アッシュベリー。アッシュベリー。はい。と、スレートブルー。スレートブルー。はい。いいっすね。かっこいいね。アッシュだね。あ、素敵よ。なんか、すごいポップな色で、意外と、やっぱり。うん。はい。5点買いです。はいはい。あ、行きますね。はい。グローブオーバーミットイエローで。イエローです。はい。帽子と合わせて。帽子も。だいぶおしゃれな配色。おしゃれな配色。素敵ですね。あ、俺なんかこの間、そう、ウィアジャケットの色はしてたんだけど、他何買ったかちょっと知らなかったから、ゲレンデ、なんかおしゃれなやついるなと思ったら、軽車だった。マジで。あら、かわいい。あら。やっぱグリーンね、わかるよね。うん、遠くから見てもいい、ね、目立ちますね。あ、モールチューブ。あ、そう、あ、そうです。モールチューブめちゃくちゃ伸び縮みするんで、つけてても全然疲れない。その被り方がいいんだよね。あ、その被り方ぜひやってもらいたい。あ、これちょっと見せて。ちょっとこういう。おお。はいはい。ここね、いい被り方はね。それで、あったかそう。ニット帽をこれ上から被せてあげる。はい、でもこの一昨年ぐらいのモールチューブを買ったんですけど、はい、違う？それよりもさらにもっと伸び縮みが、はい、かなりなるようになってて、強いわけではない。強いっていうか、うん、そうっすね。生地ちょっと薄くなっちゃう。薄くね、だからすげえ調子よくて、まあ、やたら伸びるようになった。やたら伸びますね。やたら伸びて、でもあったかくて、すごくめちゃくちゃいいじゃん。いいじゃん。試着会の時にこれこう触ってみて、うん、もうすぐ即決しましたね。ね、あ、これすごいなぁ、うん、伸びる。そんな感じです。でした。でした。はい、はい、ありがとうございます。ピーチです。身長170の、60キロで L サイズにしました。上下かっこいいね。そう、ヘビージャケットも最近 L サイズが気に入ってますね。で、ムーブメントカーゴ、カーゴいいなぁ、ね、グリーンクロージングの中で一番太パンなんですよね。で、去年 M だったんですけど、いや、なんかもっと太くしてぇなぁと思って L にしたら、ちょっと結構好きな太さになった。かっこいいよ。で、もうめちゃくちゃ L にしてよかったなぁ。俺ちょっと来年ムーブメントしようと思ったもんね、ケイジ君に会って。いいよね。あ、はい、もうビルパンツ大好きなんですけど、やっぱこれいいっすね。ね、それ寒い中に履くんですか。あ、普段すごい寒い時は合戦足す日もあるけど、大体はもうウールレイヤーですね。ウールレイヤー大丈夫ですけどね、はい、ベースレイヤーだけでいきます。いけちゃうんだ。いけちゃうけど寒い人もいるかな。え、ワンプライ、ワンプライですね。あ、この間田淵さんまでこのフック今年ついたじゃないですか。はいはいはい、来年取るかもって言ってたね。はいはい、うん、なんで、はい、そんな感じで言ってますよね。あ、はい、で、ニットミット、はい、と、かっこいい、同じ柄の帽子、ジャガードフラップ、ジャガードフラップですね。やっぱ合わせていってほしいなって思ったんで。あとは、シールフランネルシャツ、シャツ、いいね、やっぱね、インナーはね、ね、結構厚めですけどね、結構保温性があって、結構これだけでいいですね、こんな感じでね。これは M サイズですね。はい。ちょっとゆったりめ、セーターよりちょっとゆったりはしてるかなっていう感じですね。普段でも使いまくってるので、ね、うん、おすすめのシャツでございます。シャツかっこいいね、やっぱ、はい、っ今日それで着てたよね。そうですね、普段これで着ましたね、はい。あとはね、今回はチュービーニーちょっと被ってないですけどね、チュービーニーもね、おすすめですね。そうだね、はい。あとは、まあ、さっきケイちゃんが言ってくれたモールチューブ、すごい、うん、もう、こう、この角度が大事なんですよね。この角度、うん、この角度が大事で、これをこうかぶってあげると中にしまって動かない、全然大丈夫なんですよね。で、こうまくれるし、うん、くもんない。いや、これね、結構くもんないよね、うん、意外とこう、あったかいんだけど抜けるんだよね、上までちょっと上まで上げても、だからあったかいんだけどこもらないっていうか、めちゃくちゃいいっすよ、これ。
超おすすめです。すごく抜けも良い。あこんな感じかな。いいね。これはね、フリージャケットを、はい、あ身長体重か、165センチの65キロ。結構ガッチリ系で、でフリージャケットの L サイズ。あ、サイズ。あれ L にしたの、うん、初めてですね。初めて L に。いいじゃん。でもやっぱ調子いいですね。その中に結構ね着てもそんなにガサつかないし、うん、ガッチリしてるからね。ああ、型があるからね。やっぱ L の方が合ってるから。パンツは M で。パンツは M。なんかやっぱ足がね、やっぱそんな長くないから L だとやっぱりどうしてもあぼついちゃうから M かなっていうところで。色はグリーンなんだ。グリーンですね。でこのねデニムのオーバーミット。あれこれもねだいぶいい味だし、味が出てきたから結構一緒じゃないですか。一緒に滑り行った人にもね結構味出てますね。青くなってきた。自慢ポイントでね。あれこれ在庫あんの？在庫はね少し、はい、ちょっとサイズ限られるけど、あれ帽子もデニムじゃないですか。一応ね、もうね手に入らないけどね。そうですね。でカシミヤチューブしてますわ。あ、カシミヤですね。はいはいはい。なとこかな。まああと俺もウルフランネルシャツ中に着ていつも滑ってます。はいはい。もちろんあのファーストレイヤーは、はい、ウールレイヤー、ウールレイヤー上下でね。はあ。あと好きなとこだと、まあちょっとこれ以外にもオーバーミットはね、うん、他にも持ってますね。オーバーミット使ってますね。ちょっとその日の状況で、はい、オーバー派ですか。オーバー派っすね。ちょっと最近は。なるほど。元々はもうアンダーミット大好きで、もうこの手が出るのがいいから、ね、もうずっとそうそれ使ってたんですけど、だんだん手も出さなくなってきたんで。なるほど。はいはい。なんとこうかな。そんな感じですかね。これいつアップするかわかんないけどもう2月、通年だと2月の中旬の展示会行ってきて、もうそうです、ライクモデル見て撮影とかして、で、あと、まあ、毎年やらせてもらってるんですけど、お店で全品展示会やってますよね、はい、全アイテムの展示会やって触れてもらったり撮影したりするんで、そちらでもチェックしていただけたらと思います。それが3月上旬ですかね。いつも、はい、楽しみですね。楽しみです。ぜひ皆さんも見ていただけたらと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします、予約はあれか、2月中旬下旬ぐらいからスタートできるかなと思うんで、はい、よろしくお願いします。で、やっぱり予約してもらうとね、この自分の好きな色だったりサイズだったりっていうのが選べるんで、結構ね、在庫メーカーは持ちませんので、でお店さんも最近はねなかなか在庫を持てなくなってきてるんで、やっぱり予約してもらうと、まあ特典もあったりして、ぜひおすすめなんでね、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、それではそんな感じで、はい、またよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。バイバーイ。